こんにちは、レモンチャンネルです。本日紹介するのはこちら、進化動画合体充電流2全6種です。今までの動画で全6種類中のこの4種類はレビューしました。今回はこの箱からしてすごそうなプテラゴードンをレビューしたいと思います。もう箱パンパンですね。しかも2袋入ってます。はい、中身はこのようになってます。今までとはパーツ数もシール数も全く違いますね。これは作りがいがありそうです。はい、10分ほどでここまで来ました。いや、シール枚数多いですね。多分枚数で言ったらミニプラとそんなに変わらないぐらいですね。この黄色い部分は全部シールです。では組んでいきます。完成、プテラゴードンです。実際手に持ってみると結構幅が小さいんですけど、まあそれでもこのシルバーの塗装とかが光ってて、プテラゴードンの顔もいい感じですし、プテライデン王のね、このフェイスも綺麗に塗り分けられてるので、本当に200円とは思えないクオリティですね。ただ残念ながらこのプテラゴードン本体のみではプテライデン王に変形できないんですね。説明書にも書いてあるんですけど、このシリーズのザクトルとパラサガンに付属している余剰パーツがあればプテライデン王に変形できます。そして今回はその余剰パーツがすでに揃ってますので、プテライデン王に変形させたいと思います。まず足をつけます。この辺がザクトルとかパラサガン買わないとついてないですね。そして下半身のパーツを外して、この辺の作りが微妙にパーツがちょっと近いとポロポロ外れちゃうので、ちょっと一旦バラバラにしました。この状態からプテライデンを作っていきます。ただデラックス版以上にパーツが細かく割れてますので、これはね大変ですよ。あ、もう変形させるのにも時間かかりますね。あ、もうわけわかんなくなっていっちゃった。これは大変だな。取れるしすぐ部品が。はい、まず下半身ができました。かっこいいっぽいですね。内側はスカスカです。そしてザクトルパラサガーに付属していたこの腕の根元の部分ですね、さらに手のパーツ部分にはめます。完成、プテライデン王です。説明書見ながらやったら5分以上かかりましたら、もうパーツが取れる、パーツがね、もうダメなんですよこれ。ポロポロでちょっと触るともうすぐ取れるんですね。ガラスのパーツですね。しかもこの角の部分とかもこうはめるというか乗ってるだけなんですよね。はまってないんですよこれね。ちょっと不満、あー、もう取れちゃった。これもう不満すぎる、不満が多すぎる。もう変形させたくない、もう変形させたくないよって感じです。なんだこれ、もうつかないです腕が。はい、食玩版と比べるとこんな感じです。もうね、関節がちょっと弱すぎてポージング全く決められないですね。これはどうかと思いますよ。ただこのシリーズの他の充電流に比べてもかなりサイズ感はありますね。ちょっと腕にポーズしてたいなって、もうこれですからね。というわけでプテラゴードンとプテライデン王をレビューしましたけれども、パーツがちょっと繊細すぎて気軽にも遊べないので、見た感じで200円でお買い得感はあるんですけど、僕はねこっちの他のちっちゃい充電流の方が好きだな。では次の動画ではこの残りのガブティラを作っていきます。以上、ガシャポン進化動画合体充電流2プテラゴードンプテライデン王の紹介でした。